今日からダイエット企画をしていきたいと思います。ちょっと前に YouTube で体重だったり体脂肪率だったりサイズとかいろいろ測ったんですけど、それをもとに夏に向けて自分がどういう風にダイエットしていくかっていうのを、1ヶ月ね記録していきたいと思います。骨格が私はウェーブなんですけど、ウェーブさんってなんか上半身ウエストとかよりは結構腰回りとかお尻とか下半身にお肉がすごくつきやすいので、私はそこを重点的にダイエットしていけたらなと思います。まずはお尻、ヒップ、下にお肉がつきやすいのでまずそれを上げるというかなくす。そして上にこのお尻の上の部分を鍛えて綺麗なもも尻っていうんですかね、が理想なので、それに向けてジムだったり、そうですね、ダイエット、食事とかを気をつけていけたらなと思ってます。でお尻、あとは内ももがぷよぷよなので、内もももちょっと引き締めたいなと思ってるので内ももを引き締めていきたい。でお尻、内もも、あとはお腹が縦線っていうのかな、ラインがちょっと入るくらい、鍛えすぎてバキバキではなく、ぷよぷよでもなく、ちょっと縦にラインがうっすら入るくらいにしたいなと思ってるので、お腹はちょこちょこ、間で挟めていけたらいいなと思ってます。なので私はまずお尻が一番、そして内もも、あとお腹の縦ラインをメインに3つやっていきたいと思います。ということで、1ヶ月ダイエット企画始まります。今日のランチは、このヘルシー蒸し鶏にしました。はい、お世話にね。今日の夕飯はサラダです。ダイエット企画が始まって1週間が経ちました。私体重計持ってなくて、ちょっと新しく手に入れたのでやっと測れます。今日はお魚のお弁当です。さくらゆりなちゃんです2人もいます。今日はヘルシーなお魚にしました。今日のお昼ご飯です。今日はカロリーの少ないダイエット麺にしました。20分ぐらいウルとお散歩に行ってきました。ウォーキングしてきました。1、2、ジムに行って、ジムでプロテインを飲んで帰ってきました。ちょっとその1時間後2時間後かな、お腹が空いたのでサラダを食べます。豚しゃぶサラダです。最近のダイエット報告をしようと思って動画を回しております。最近はですね、体重は47だったり46だったり、いつもと変わらずダイエットしてるはずなのに、なんかあんまり変わってないかな、でもなんだろうな、48とかそういうのがなくなったかなと思います。今日のお昼です。最近のサイズと体重をお伝えしようかなって思います。
私体重を YouTube で公開する前に測って、公開するまでに1、2キロ太っちゃったんですよ。でダイエット企画始まって、その期間に太った体重がなかなか戻せなくて、でここからもうちょっとウエストは締めて、内もも締めて、お尻はヒップアップさせていけたらなと思ってるので、まああと半ちょっとかなあるので、はい、気を引き締めて頑張っていけたらなって思います。体重測ります。今日の朝ごはんはヨーグルトにバナナ、きな粉、はちみつをかけたものとチョコラビービーです。変な時間にお腹が空いたのでこれを食べます。陽気でマカロンを食べるダイエット中ですが一個だけ、はい、なんか最近ダイエットモチベが高くて結構サラダ食べたりダイエットメニューにしてたんですけど、なんかどうにでもなれみたいな日なのでサイダーを飲んじゃいます。体重を測ります。今日の夕飯です。ちょっと作るのがめんどくさかったので買ってきちゃいました。今日の体重を測ります。ございます。取るの忘れてて食べかけなんですけど、今日の朝ごはんはサラダとお味噌汁とヨーグルトにフルーツを入れたものです。こんにちは、みおです。今日は珍しくピンクのトップスを着ております。お腹が空いたのでバナナジュースとナッツを食べてます。今日もジムに来ております。今お尻のトレーニングが2つ終わりました。まだお尻やりますはい、ダイエット中なんですけど、ちょっと生理前で甘いものが食べたいのでチートデーということで、大好きな大好きなチーチローのロールケーキを食べたいと思います。今日の朝ごはんです。今日はお腹が空いてるのでたくさん食べます。最近ちょっと動画が撮れてないんですけど、お寿司に行ったり、ちょっと外食多くて普通に食べてしまったので、お昼はお蕎麦にしました。アップルパイとリンゴジュースを飲んじゃいます。おはようございます。本当に、なんて言うんだろう、もう全然ダイエットする気が起きなくて、なのでとりあえず、まあ、嫌だっていう時にあんまやってもなって思うので、ウーの散歩をちょっと長く行ったり、炭水化物の量をちょっと減らしたり、まあ無理のない範囲でというか、まあ、自分がそんな苦じゃないことだけをやっております。セブンイレブンに寄ったら我慢できず揚げ鶏を買ってしまいました。これ大好物なんですよ。大好き。いただきます。おはようございます。朝から寝起きでこんなものを食べております。チョコクレープ、チョコチップとクリームが入ったクレープ朝から食べてます。今日も体重を測ります。今日のお昼です。あまりに美味しそうで我慢できず。今日の夜ご飯です。朝チョコクレープを食べてしまったのでサラダにします。今日の朝ご飯です。なんかあれもなんて、ランチクロスも敷いてないですが、ご飯が食べたかったので、ご飯に明太子で海苔をのせました。あとはパッションフルーツ、こんにゃくと豆腐と枝豆です。今日は朝からジムに来ております。1時間やります。お尻のトレーニングを
2種類3セットやりました。次にお腹のトレーニングをやります。今日の夕飯はウーバーで春雨を頼みました。豚肉と餃子とパクチーたっぷり、あとはキクラゲが入ってます。今日の朝ごはんです。はい、最近結構ダイエットモチベが高くて、おうちご飯にしてサラダ食べたり、まあ動画見たらわかると思うんですけど納豆食べたりしてたんですけど続かないもうその時はいいんですけど、どうしても甘いものが食べたくなっちゃってついつい食べちゃったりしてるので、今日はさっきウルの、お散歩にちょっといつもより遠めの公園に行って20分ウォーキング一緒にしてきました。でもね、今日はねちょっとどうしても我慢できなくてアイスが食べたくなっちゃって、ピノのなんだろう、パックにしました。いただきます。今日の夕飯です。いちごサンドやらないでよ。夜のお散歩に行きます。オクラと長いものマリネ、多分、サラダにはマッシュルームとチキンとフルーツ入れて、こっちにもチキン今ウルとお散歩に、そしてドッグランに来ました。運動してしに一緒に走ってこようと思います。こんにちは、ミオです。最近はジムに1週間行っていて、そのジムに行くのに結構移動を自転車で行くようにしてます。はい、ということでジムが終わりました。今日はね、お腹横もやりました。横もやりました。初めてできてなかったけど、次は頑張ります。物足りなくなってしゃぶしゃぶのお肉を足したらほぼお肉になっちゃいました。でもね、美味しい。うるしやん、うるしやん。はい、こんにちは、して。はい、ということで、ダイエット企画が1ヶ月終わりました。はい、ということでですね、この1ヶ月、食事を見直してサラダを多くしたり、バランスの良い食事を心がけたりと、結構食事に気を使ったんですけど、あとは運動したり、いつもより散歩多めに行ったり、体を引き締めるっていうのを意識して1ヶ月過ごしました。これから、最後の測定をしたいと思います。ということで最終の、体重と体脂肪以外のサイズです。二の腕が23センチだったのが 21.8、ウエストが 57.5 が 56.4、ヒップが 86.5 が 88.3、 太ももが 49.8 が 48.4、 ふくらはぎが32が 31.6、 足首が 23.3 が 20.1 で、首が30で変わらなかったです。足首だけなんか3センチ細くなるってありえるのかっていうわかんないんですけど、もしかしたら測る人が違うので測る位置がちょっと違ったり、あとは、もしかしたら前測った時がむくんでたとか、わからないんですけど3センチ細くなっておりました。今測ります。15.3、 若干増えましたまあいいか。 45.3 キロでした。ちょっと増えてるけど。はい、ということで最終の結果です。体重が 45.25 から45.3 になってました筋肉量が増えて体重が増えたのかなって思っております。でも他は結構サイズダウンしてるので、体重は気にせず
ね、一番減らしたかったウエストもちょっと減ってますし、ヒップはまあ予想通りというか望み通り大きくなっているので、このまま体を締めながら頑張りたいなと思います。あとは二の腕と顔痩せしたいなと思っているので、そこをこれからは頑張っていきたいと思います。ということで全部測り終わりました。